こんにちは、ココアです。今日はディオールの夏服の購入品を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はお洋服の購入品なんですけど、結構最近ディオールではバッグを買ったりとかもしていて、お洋服も買ったりしているんですけど、今回新しい夏服を購入したということで、こちらを皆さんに紹介していきます。ちなみに今回着ているお洋服はハイブランドとかではなくてプチプラなアイテムなんですけど、めちゃくちゃ可愛くて気に入っています。ということで動画をぜひ最後まで見ていてください。この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。まず今回購入したものが、じゃーん、こういう感じの、まあ、いつものディオールのショッパーに入っているんですけど、この中に入っているアイテムを紹介します。中に結構パンパンに箱が入っていて、箱はじゃん、ショッパーと同じぐらいの箱になっています。はい、で箱はこんな感じで、もう今回紹介するお洋服は試着はしてっていう感じなので、もう実際には開封しちゃっているので、この中には何も入っていない状態なんですけど、こんな風にショッパーみたいな箱になっていて、ここが磁石で開く感じ、こんな感じでここの部分にお洋服が入っていました。でこれはカード、はい、こんな感じの細めの箱に入っています。では今回購入したお洋服を紹介します。今回購入したお洋服が、じゃーん、こんな感じの、これはワンピースなんですけど、こういうボーダーのオレンジっぽいピンクの半袖のワンピースを購入しました。でこれは実は去年似たようなものを持っていて、でそれが可愛くて買ったんですけど、こんな感じのちょっとデザイン違いのものを購入しました。よかったら購入品紹介の方を見ていただけると嬉しいです。でそれが今別のお家にあって、もう一着こっちのお家、今いるお家にも持ちたいなって思って行き来している状態なんですけど、こんな感じで新しく購入しました。でこういう風にディオールのロゴがちょっとちっちゃめに、胸の部分にディオールって入っていて、素材はすごい柔らかい感じになっています。夏のアイテムではあるんですけど、分厚めだから、今5月に撮影をしているんですけど、結構寒い時期とかでまだまだあると思うんですけど、そんな時になんかこの中に白い長い T シャツとかを合わせて着ても可愛いアイテムになっていて、結構夏じゃなくいろんな季節に使えるアイテムになっています。春とかにもう結構淡い系のピンクでオールピンクコーデをしたい時にすごく可愛く着ることができて、すごく気に入っているアイテムなんですけど、こんな感じでここのボーダーのオレンジの部分が毛羽立っている、モコモコした感じになっていて、で素材自体はこの白い部分、ちょっと透け感があるんですけど、結構分厚めのなんか T シャツ素材ではないニットみたいな、薄いニットみたいな感じの素材になっています。でこの色味はなんかピンクっぽく見えるかと思うんですけど、結構オレンジが強いピンクみたいな、サーモンピンクみたいな色味になっていて、結構私は珍しい色味だなって思ったんですけど、私が持っていない色味で意外と可愛かった感じになっていました。で白ってよりクリーム色になっていて、結構ね着ていると毛羽立ちが出そうな感じではあるんですけど、すごい可愛いです。ボーダーのワンピースが結構流行っているみたいで、いろんなブランドで見かけるんですけど、すごく可愛いなって思ってこちらを購入しました。結構そんな感じのコーデが私は好きで、これが可愛かったので購入をしました。でここの部分、袖の部分はストライプで、袖は半袖なんですけど、結構長めのダボっとした半袖になっていて、丈は後で実際に着た感じもお見せするんですけど短めになっています。でここの部分は全体がボーダーになっていて、後ろはこういう感じです。後ろはシンプルな感じなので、遠くから見ると
かボーダーってより薄いオレンジの服みたいな感じに見えるかなって思うんですけど、で首元はこういう風にそんなに詰まっていない感じのこういう感じです。でタグがついていてこんな感じのお洋服になっています。でこのワンピースを買ってたまたまなんですけど、この元々持っていた去年ぐらいに買った去年の12月ぐらいに買ったシャネルのバッグと色味がめちゃくちゃ似ていて、こんな感じのオレンジっぽいピンクなんですけど、こういう感じすっごい似ていて、なのでこれと合わせて着たら可愛いかなって思っています。こんな感じです。ちなみにこれの購入品も別の動画で紹介しているので、ぜひまだ見ていないという方は見てみてください。はい。で、去年買ったこれと似た感じのものはもっとピンクって感じだったのと形がちょっと違う感じだったんですけど、今回こちらを購入しました。真夏はちょっと暑そうなんですけど、真夏にも私は着たいなって思っています。こういうすごく分厚めのワンピースになっています。はい。ということで、今回購入したアイテムはこちらの1点なので、こんな感じで今回の動画はこれで終わりです。で、これを実際に着て紹介したいと思います。はい、ということで着てみるとこんな感じです。このロゴの部分は胸より上の部分に着て、ちょっとちっちゃめなのでそんなに目立たないかなって思います。近づいたらディオールってわかるんですけど、こういう感じになっていて、首元はそんなに詰まっていないけど開きすぎなくて私的にはちょうどいい感じになっていて、袖はこんな感じです。こういう感じで肘よりちょっと上ぐらいな感じで、そんなに短くなくて袖も可愛いし春から使えるし、で中に T シャツとかを着てもすごく可愛い感じになっていいかなって思います。そんな感じも後で全身をお見せしたいと思います。で丈はこういう感じになってて、そんなに短くなくて私はすごくちょうどいい感じになっています。後ろこういう感じです。でこのお腹の部分とかはこう広がる感じでピタッとする感じではなくて、結構ダボッと全体的に着られる感じになっています。でこの広がりも可愛い、私好みな感じになっています。私はピタッとするのがあんまり好きではなくて、こういうフレアな形のワンピースがすごく好きなので、めちゃくちゃ好きな形になっています。で袖もちょっと細見えする感じになっているワンピースです。この部分のデザインもすごく可愛くていいなと思います。はい、ということでお洋服全体的に見るとこんな感じです。で1枚で着るとこんな感じになっているんですけど、長さはこれぐらいっていう感じで、本当に A ラインのデザインになっています。でさっき紹介したこのシャネルのバッグを合わせて持ってみると、本当に色味がめちゃくちゃ合っていて、こういう感じになっています。すごいセットみたいな感じの、めちゃくちゃ同じ色味っていう感じで、すごい可愛いです。はい、ということで実際に着てみた感じはこんな感じでした。でこのお洋服の雰囲気はガーリーだけど綺麗すぎない感じで、カジュアルな感じもあって、それにキャップとか合わせたら可愛いかなって思っていて、すごく淡い色味とかあんまりこのロゴが目立たない感じとか、ガーリーだけどカジュアル感もあるっていう感じがすごくディオールらしくて、私のディオールの好きなところなんですけど、そこが気に入ってこちらを購入してみました。これにこんな感じの、結構これは前に買ったものなんですけど、ディオールの薄いピンクのキャップとかと合わせてちょっとカジュアルな感じでもすごく可愛いので、そんな感じでこれをコーディネートしていきたいなと思ってます。これにシャネルのバッグって感じで、なんかピンクだけど薄いピンクだし、オレンジっぽいし、そんなにオールピンクだけど派手すぎなくて春っぽくて可愛いかなって思っています。この肩の部分はちょっと下がっている感じになっていて、袖も短めだと本当に真夏しか着れないかなって感じなんですけど、結構長いので、私的には去年のデザインより今年のデザインの方が気に入っていてお気に入りになりました。はい、ということで今回の購入品はこんな感じで動画は終わりたいと思います。
今日は翔くんの言葉の展覧会に来ています。中に行ってみます。はい、ということで今回はディオールの新しい夏のお洋服を購入したということで、こんな感じで紹介をしました。ディオールで買うときはこういう風に1着だけ買うっていうことが多いんですけど、気に入ったものがあったら買うって感じで、今回気に入ったのはこれだったのでこんな感じでお買い物しました。ということでこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。